はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それではメタルマックス、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、オープニングからゲームを始めまして、で、このリオラドの村でね、いろいろ話を聞いて回ったところで、前回は終了したんですけれども、今回は、この村の南のホラー穴にね、戦車が埋まっているという話なので、そのホラー穴にね、行ってみたいと思うんですけれども、その前に、実況外でレベル上げをしまして、権現が今レベル5まで上がっております。この総合レベルよりもね、今後重要になってくるのが、右に書いてあるね、戦闘レベルとか修理レベルなんですけれども、今のところ戦闘レベル、修理レベルが3で、運転レベルが11まで上がっております。あと装備品なんですけれども、直火とショットガンをね、買って装備してあるという状況になっております。ではそのホラー穴に行ってみましょう。近いんでね、あっという間に到着ですね。ではこの坂道から中に行きましょう。誰かいますね。おめえも戦車を探しに来たのか。いや違います。いいえ。おっと、へへへ、今のセリフは忘れてくれよ。じゃあ本当の目的を話しましょう。はい、あの有名なレッドウルフのやつもここに潜ってるらしい。あ、そうですか。前回出てきましたね。急がねえと先に戦車を見つけられちまうぜ。なるほど、じゃあ急ぎましょう。ここ戦闘ですね。うろつきポリタン、うろつきポリタンはなんか炎をね吹いてくるんですけれども、とりあえず大丈夫そうかな。右の方は確か何もなかったような気がしますけれども、とりあえず行ってみましょう。巨大槍。大体この辺の敵ならば一撃で倒せますね。よし。また戦闘ですね。うろつきポリタン。よし。これは空っぽかな？開いちゃってますもんね。じゃあ左の方に行きましょう。バイオマイマイ。この敵がね、結構レベルが低いと、なかなか物理がね、通らなかったんですけれども。今はもう余裕ですね。この砂利道は人間ならば取れますよね。今度は、うろつきポリタンか。よしよし。あの木箱にはなんか入ってそうですね。ガンガン敵も倒していきましょう。そういえば、モードでアドベンチャーデータかな。こんな感じでね、今まで倒した敵もね、見られるんですけれども。とりあえずこの木箱開けましょう。回復カプセルか。結構ね、道具屋で買っちゃったんですよね。アイテムね、これだけしか持てないので、姉さんのタオルはね、預かり所に預けてあるって感じかな。バイオマイマイ、わ、殺人アメーバも出ましたね。まずはバイオマイマイかな。受けるダメージも大したことはないですね。頑張れ。よし。こっちかな。
また戦闘。結構エンカウントが高いですね。確か上の方は何にもなかったと思ったら木箱がありましたね。わっ、殺人アメーバ4体。なかなかこっちのターンが回ってきませんね。まあ、ハンターに憧れてる権現ですからね、まあ、この辺の敵はガンガン倒していきましょう。お、逃げましたね。これは何でしょうか。あ、お金。結構ね、お金も重要ですからね。イモバルカン、気持ち悪いですね。イモバルカンは2回攻撃ですよね。よし、下は何もないですね。わ、イモバルカンか。まあ2回攻撃といっても大したダメージではないかな。下に戦車らしきものが見えましたけれども、ここは行き止まりかな。イモバルカンばっかりですね。ここは行き止まりかな。で、また戦闘。お、うろつきポリタン。よし。あとはここをまっすぐ行くだけかな。イモバルカン、なんか犬が邪魔してますね。古びたコイン、古びたコインはなんか使うとなんか裏表が出るんですけどね。表、これランダムかな。裏あ、違う、話すではなく調べる。お金、ふうガロロ、いいえ。ふうふう、これははいかな。ガオー、あ、戦闘。バイオニックポチーですね。これは1ターン耐えてくれれば大丈夫なんですけれども、で37。お、来ましたね、赤い戦車。レッドウルフですね。じゃあ、あとはウルフに任せましょう。よし。ダメージが桁違いですね。ボス一人でここまで来たのか。はい、ふっ、無鉄砲のやつだ。通りすがれについ助けちまったが、戦車まで譲ってやるわけにはいかねえ。とっとと家へ帰んな、ボス。まあ家へ帰りたいんですけどね、感動されてますからね。なんかいろいろ調べ回ってますね。飛んだポンコツだぜ。ん？この副砲は結構使えそうだな。こいつはもらっておくか。この副砲の方がね、まあ、ちょっと重要なんですけれど、持ってかれちゃいましたね。あのオンボロ戦車はお前の好きにしな。ついてたな、坊主。じゃあ、あばよ。さっそうと
去っていきましたね。迷彩服、迷彩服は装備しちゃいましょうか。身につける。で、戦車、調べましょう。戦車に名前をつけてくださいということなんですけれども、まあ、結構ねこのゲームではあの戦車とかね、まあ、他の車両とかが、まあ、手に入っていくんですけれども、まあ、ちょっとねあのいちいち名前を考えるのが面倒なので、ベースの名前をですね、間違えた、ベースの名前をですね、イエーガーで、これをワンですね、イエーガーワンと名付けましょう。まあ、今後はねこの1の部分をねあの2とか3とかに変えていこうかなと思います。まあ、ちょっとね手抜きかもしれないんですけれども、まあ、このプレイではね、まあ、イエーガーと戦車を名付けましょう。イエーガー1、終わり。乗りましょうか。まあ、全員でいいか。これで、まあ、スタートボタンを押すとね、まあ、こんな感じで戦車の、まあ、いろいろね、攻撃方法とか、まあ、複砲とかね、まあ、いろいろデータが見られるんですけれども、今45ミリ砲ですね。で、複砲はさっきウルフに持ってかれちゃったのでなしと。シャシーの名前モスキートですよね。状態 OK。最大重量が8で残りが 1.6 この SP が、まあ、体力みたいな感じなんですけれども、まあ、今30ですね。エンジンはビートル。SE が、スペシャルイクイップかな。まあ、特殊武器をね、まあ、詰めるんですけれども、まあ、イエーガー1にはね、まあ、穴がないので、まあ、今のところ詰めないですね。で、砲弾、45ミリ砲が32発。まあ、最初の戦車なんでね、まあ、弱いですね。で、この C ユニットっていうのがね、まあ、ちょっと分かんない部分があるんですけれど、まあ、ハル900っていうのをね、まあ、今積んでるんですけれども、まあ、これは何でもいいといえば何でもいい感じなんですよね。姉さんのタオル。そっか、これで見ればよかったのか。主砲が45ミリ砲、エンジンビートル、C がハル900で、シャシーがモスキートと。まあ何にも持ってないですね。じゃあ帰りましょう。調べる。オープン。で、戦闘ですね。ちょっともったいないですけどね。まあ、手法を使いましょう。ダメージ91。じゃあ、降りましょうか。まあ、弾もね、一発、5ゴールドかかりますからね。まあ、なるべく節約して、やった方がいいのかな。まあ、複砲ならばね、弾が無制限で、まあ、さらに無制限じゃないわ。複数のね、雑魚的に攻撃を与えられるんでね、まあ、かなり便利なんですけれども、持ってかれちゃいましたからね。まあ、手砲撃ちますか。言ってることとやってることが全然違うな。
この人は話変わるかな。ひえ、戦車だ。くそ、羨ましいぜ。これちなみに降りると、戦車はもう誰かに見つけられしまったし、夢も希望もないぜ。このセリフはすげえよしあるかな。じゃあ出ましょうと思ったら戦闘、まあ手法。よし、ではリオドアオに帰りましょう。戦車に乗ると曲が変わりますね。まあ降りますかやっぱり。よし、じゃあ帰りましょう。ようこそビオラドの村へ。あ、門限だと気づいてないみたいですね。じゃあ父ちゃんに直してもらいましょう。なんだお前か、何しに帰ってきやがった。修理。ふん、偉そうに車なんぞに乗りやがって。どれ見せてみろ。なんだ、どこも壊れてねえぞ。んなこともわからねえで、よくハンターが務まるな。さあ行け、とっととどこへでも行きさらせ。行きさらせっていうのもすごいですね。あ、そっか、別に壊れてないから意味はないのか。じゃあお小遣い。ぬわに、お前が親に小遣いくれるっつうのか。じゃあはい。バカ野郎、お前の世話なんぞなれるかい。あ、怒られちゃいましたね。あ、違う。お小遣いってあげられたと思うんですけれど、家。ああ、そうだろ。あれ、降りないとダメだっけかな。あれ、まあ、いっか。ちなみにこの引退を選ぶと、何回か選ぶとね、そのまま、まあ、エンディングになっちゃうんですけれど、何？モンスターハンターを引退するだと？はい。お前、本気で言ってるのか？はい。じゃあ、うちに帰って真面目に働く気になったんだな。いやー、違いますね。いいえ。自分の夢に未練があるうちは、引退しようなんて口にするんじゃねえぞ。はい。さあ、行け。相変わらず冷たいですね。顔を見に来た。バカ野郎この野郎。お前はな、感動されてんだぞ。分かってんのか。ちょっとでも嬉しそうでしたね。そしたら弾薬を、全部満タン。弾薬全部満タン、チェック完了。走行体力を補給しときましょう。はい。いえ。これで、走行が190ですね。あ、そうだ。せっかく帰ってきたんで、ちょっと、姉ちゃんに会いに行きましょうか。ちょっと体力も減ってるかな。あと前回ね、ちょっと見なかったんですけれど、ここにお母さんのね、写真があるんですよね。権現は壁の写真を見上げた。母さんは優しく微笑んでいた。というね、ことなんですけれど。まあ、とりあえず、感動されてるんでね、まあ、家を出ましょう。あれ？戦車がないぞ。あったあった。
じゃあ行ってきます。あ、そうだ、この人は話変わります。走行タイルがゼロになったからって戦車は死んだりしねえぜ。だけど走行タイルがゼロの時に攻撃を受けると戦車装備やシャシーが壊れちまうことがあるのさ。うん、これをこの父ちゃんがね直してくれるっていう感じですね。この人はセリフは一緒か。こっからは入れないので降りましょう。話は変わらないか。この人も変わらない。この人も変わらない。戦車には一度に一人しか乗れねえぞ。もし仲間ができたら誰が戦車に乗って誰が歩くのかよく考えなきゃな。なるほど。手配中のサルモネラ一家はどこかの洞窟の奥深くに潜んでるようです。と、なるほど。ここら辺の人は話は一緒かな。話は一緒っぽいですね。凄腕のハンターは北へ向かって旅立ったらしいぜ。あ、そうですか。ウルフですよね。レッドウルフがここへ来たんだって。うん、その席に座ってましたね。お尋ね者のサルモネラ一家もいよいよ年貢の納め時だな。どうでしょうかね。この人は一緒かな。僕は変えなくてもいいか。この人も一緒。この人も一緒かな。これ以上は話変わらないのかな。じゃあバックドロップでも飲みましょう。うん、お仕事終わった後の酒はいいですね。あ、逃げた。ホラー穴に埋まってた戦車はウルフってハンターが見つけちまったんだとよ。まあでも結局は権限のものになりましたね。これはいいです。このお姉さんは一緒かな。うん、腕利きのメカニックと強いソルジャーですね。ここもというかこの人も話は変わらないか。うん、牽引の話か。恐ろしい犬の化け物ってさっきのバイオニックポチーですよね。はい。いやー気持ち悪い。とりあえず戦車をね今回無事に手に入れましたので、まあ今回もまあリオラドでね、まあ、セーブをして終了したいんですけれども、まあいらないものを預けましょう。道具、古びたコインと、回復カプセルもまあ2つぐらい預けちゃいましょう。預ける。人間用品、音源、道具、ロケット花火もまあいらないといえばいらないんですけどね。
違う、人間用品の、つなぎかな、これも預けちゃいましょう。まあ、売ってもいいんですけどね。では今回も、このリオラダドでね、セーブをして終了したいと思います。リオラドってね、なんか発音しにくいですね。これで OK かな。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは権現でした。